どうなんだ、やつは。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方ねえ。今回はバーダックを置いていくことにしよう。俺はどうしちまったんだ。なんだこれは。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわバーダック、目覚めたのか。待ってろ、今カプセルを開ける。何だったんだ、さっきのは。夢にしては少し違った。嫌に現実味があるような。星の爆発、青い星に向かうポット、それにあのガキは。つっ、バカバカしい。うなされていたが大丈夫なのか。てめえらと出来が違うんだよ、出来が。それよりトーマたちはどうした。フリーザ様のご命令で惑星ミートに出かけていった。何？畜生、俺を仲間外れにしやがって。惑星ミートか、すぐ近くだな。よし。おい、バーダック。にゃー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 。未来の姿を見て。せいぜい苦しむがいい。カカロット。戦闘力たったの2か。クズが。惑星ミートにさっさと行かねえと、トーマたちに全部片付けられちまう。そうはさせねえ。あいつら待ってやがれよ。すぐに行くからな。よし、遅れた分はきっちり暴れさせてもらうぜ。どうだった。へへへ、ゼロだ。誰も生き残っちゃいなかったぜ。よし、これでミート星人は全滅ってわけか。ははは、バーダックのやつ悔しがるぜ。ああ、帰ってからの楽しみが一つできたな。置いていかれてかわいそうなバーダックさんのために慰めの一杯くらいおごってやるかな。俺も何かおごろう。やつのことだ。それこそ今頃こっちに向かっているのかもしれねえ。ありうるな。うお、怖い怖い。何言われるか分かったもんじゃねえ。さっさと引き上げるに限るぜ。そうだな。向こうに戻ったらガキの誕生祝いでもしてやるか。なんだ。え、
あれは、ずいぶんまた派手にやりやがったな、あいつら。やがった。やつら夢中になって暴れてやがるな。くっ、いって。バーダックか。ん？トーマ。どうしたんだ一体。ここで何があった。バカな野郎だぜ。おとなしくおねんねしていればいいもの。そんなことより、まさかミート星人の中に。あんな奴らはすぐに全滅させた。それじゃあ誰がおめえたちを。フリーザだ。やつが裏切りやがったんだ。そんなバカな。惑星ベジータに帰還しようとした俺たちを、あいつらは狙ってきやがった。もちろん俺たちも必死に抵抗したさ。だが、セリパもバンブーキンもやられた。そしてトテッポも。なぜだ。なぜあんたたちが。さすがにしぶといじゃねえか、サイヤ人はよ。ドドリア。だがよ、もう少し遊ばせてもらわねえとな。なぜだ、なぜあんたたちがこんなことを。気になるか。そうだな、メイドの土産に教えてやるか。これはな、フリーザ様のご命令だ。何？フリーザ様は貴様らサイヤ人が目障りだとおっしゃってる。嘘だ。俺たちはずっとフリーザ様の命令通りに動いてきた。背いたことなど一度もない。それでも気に入られなきゃこうなるんだよ。散々こき使われた挙句がこれか。そういうことで。フリーザの野郎は俺たちを利用しているだけだったんだ。俺はもうダメだ。だがこのままじゃサイヤ人全員フリーザの野郎にやられちまう。いいか、よく聞け。すぐ惑星ベジータに戻れ。そして仲間を集めてフリーザを倒すんだ。やつにサイヤ人の強さを思い知らせて。いや、
てめえら、今度は貴様の死ぬ番だ。最下級戦士のはず。レベルはどうあれサイヤ人には違いねえ。油断するな。行くぞ。海王拳。どうしたカカロット、そんな程度じゃないだろう。おら、まただ。くそ、俺の頭の中どうしまったんだ。死ぬ！教えてやるぜ。なめやがって。さっさとあのクズどものように死にやがれ。クズはてめえだ。あっけなかったな。もう少し遊んでやってもよかったんだが。おいドドリア、帰還命令だ。はあ？すぐに我々と合流しろ。惑星ベジータに向かうぞ。わかった。リーザ様は本当に俺たちを。こいつを打ち上げてくれ。打ち上げ目標は FX50 方向。名前はカカロット。なるほど、こいつがバーダックの息子か。ランクは最下級兵士。派遣先の惑星はと。
久しぶりにこの宇宙で最高のショーが見られるのですか。綺麗な花火だといいですね。あれはフリーザ様の宇宙船。まさか惑星ベジータへ。そんなバカな。どうした？バーダック！惜しかったな。たった今、お前のガキを打ち上げたところだ。確か、地球とかいう辺境の星にな。地球だと？なあ、太陽系の青い星だ。まあ、いくら下級戦士でも、数ヶ月もあれば壊滅できる星だぜ。青い星？お前、その体を治したら会いに行ってやるといい。しかしどうしたんだ？お前ともあろうものがそんなに傷を作って。確かミート星に行ったんじゃ。そうだ、あれは地球だ。間違いに今まで見てきた夢は全て本当の未来ということは、まさか。おい、どうした、バーダック。仲間を集めて、フリーザを倒すんだ。この星は、やらせねえ。あそこに行けば仲間か。おい、お前ボロボロじゃねえか。なんだ、大丈夫なのかよ、お前。医者を呼んでやろうか。顔が真っ青だぞ。バーダックじゃねえか。他の奴らはどうした。おいおい、そんな体でどこに行こうってんだ。無理すんなよ。さっさと治療してもらえ。くそ、体が。バーダック。ホメラーク、俺と一緒に来い。フリーザを倒すんだ。は？何言ってんだお前。俺を信じろ、トーマも。他の奴らも、みんなやられちまった。フリーザ、俺たちを、惑星ベジータを消そうとしてるんだ。この星が消えてなくなるだと。大丈夫かお前。フリーザ様がそんなことするはずがなかろう。夢でも見てたんじゃねえのか。くそったれ。もう頼まん。てめえら全員地獄へ落ちろ。
おい、バーダック、ほっとけよ、あいつどうかしてるぜ。わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわやつにサイヤ人の強さを思い知らせてやる。一人でいい、やってやる。やつを俺の手で、俺が未来を変えてみせる。未来への決死の抗い、たった一人の最終決戦。フリーザはもう近くまで来ている。急がねえと。させねえく、させてたまるか。そこまで来たら、あとはやつを倒すのみ。やってやる。俺の全てをかけて。いや、もうそれが何なのかもわからねえ。俺が、この俺が未来を変えてみせる。
これがこの星の最後の眺めになりますね。フリーザ様！フリーザー！やつを止めろ！宇宙船に使って立てるぞ！なぜあんな体で戦えるんだ。止まらねえ。やつは一人だ。そこは生きてるとは思わなかったぜ。なめた真似しやがって。ドドリア、今度こそ確実に始末してやる。ここで貴様を倒し、あいつらの仇を討つ。あいつらの仲に来やがる。お前を含めサイヤ人ども全員リーザー。それはしねえ。俺がフリーザを倒すんだからな。惑星ユニットで見逃したのがこの様の仕組みではだからよ。今ここできっちり始末させてもらうぜ。残念だったな。おめえに俺は倒せねえよ。俺がおめえを倒しちまうからな。貴様、図に乗ってんじゃねえぞ。掃除の最中だぞ。その場から下がれ。フリーザ様が出られる。フリーザ様が？早くしろ。巻き込まれても知らんぞ。くっそ。引き返しやがった。なぜ？
フリーザ様。フリーザ様だ。フリーザ様。おお。フリーザ様。なぜ一体。フリーザ。ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の塵にしたかったのですが、うん、見上げた根性です。いいでしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様が少しだけあなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあいらっしゃい。くっくっ、フリーザー、裏切りやがった。おめえはおめえだけは絶対に許さんかね。裏切りとは言い当たりも華々しいですね。そのような言葉は大変なものだと使うもの。私とサイヤ人のまた未来が。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。兄様のか。そしてやつの前に立っていたのはカカロット。戦うことになるってのか。もうお楽しみはこれからです。やっぱっ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 はずれだ。こんな挨拶代わりです。くそ、こんな時に。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。本当にこれは今の挨拶代わりです。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。またな。サイヤ人は不愉快な連中で。これをぶっ倒す。もし今の未来だというのなら、惑星ベジータ。それに、俺は下の者は人間に絶対不利でしょう。例えば私があなたたちの滅亡を望む。それは絶対です。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。の時間は終わりです。
さっさと仲間たちのもとへお行きなさい。サイヤ人の強さを思い知らせてやれ。これで全てが変わる。この惑星ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命。これで最後だ。さようなら、サイヤ人。素晴らしい。ほら見てごらんなさい、ザーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。カカロットよ、この俺の意志を継げ。サイヤ人の惑星ベジータの仇をお前が討つんだ。
フリーリーこりゃ驚いた赤ん坊じゃ。一体どこから。んほほ、尻尾のある赤ん坊か。ほほほ、こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。いたこりゃ元気のいい子じゃ。よし、お前はこれからこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前は、そうじゃな、悟空じゃ、孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。そーれ、そーれ、そーれ、そーれ。こうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。光る雲を突き抜け Fly away。地球が起こって火山を爆発させる。溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね。Yeah。